ロシアの記者が日本のあるものに情熱を注いで仕上げた小説。新聞に載ってたコラムがちょっと素敵だったので、日本びいきというか、日本車びいきですけども、君は日本ではもっと美しく若かったけれど、その頃は田中とか林とかいう日本人のものだった。でも嫉妬なんかしてない。今は一緒にいられる。僕は日本人が愛する以上に君を愛しているよ。これからも毎日君が必要だ。別れには早すぎる。ロシア紙ノーバヤ・ガゼータの記者ワシーリー・アフチェンコが執筆した小説「右ハンドル」は、僕の独白風の言葉で始まる日本人女性が登場する甘美な恋愛小説の始まりも予感させるが、君の正体は日本製中古車。描かれるのはロシア極東で第二の人生を送る日本車に人々が注ぐ深い愛情だ。小説についてモスクワの文芸評論家ボリス・クプリヤノフは、極東で何が起きているのか想像もつかないモスクワの読者を意識しつつ、極東の人々が日本車に注ぐあふれる愛を描き切ったと高く評価する。作品はドキュメンタリー小説とも称され、ロシア有数の国民ベストセラーの大賞候補にノミネートされている。日本語訳を出し、訪れたことのない恋人の国へ行くのが夢だ。作者のアフチェンコさんは3年以降4台の日本中古車を乗り継いできたとか。現在の愛車はトヨタ、カムリグラシア。ロシアの日本車への評価はアメリカでの品質問題が起きても揺るがないのだそう。今年右ハンドル車の輸入が禁止される可能性もある。その前に5台目を買っておかないと。作品の紹介とともに、ロシアの自動車産業の現状、日本車締め出しに対するロシア国内での温度差なども記事には書かれていました。興味深い。右ハンドル、読んでみたいぜ。